手の右足はもう限界や。もう動かれへん。回ってるんですか。回ってるよ。ああ、そしてそしてそして、どうもこんにちは、泉朝日ですよ。よろしくお願いいたします。皆さん帰ってきましたね、この季節が。一回 Uber Eats に勝ったやつなら何度でも Uber Eats に勝てるんじゃねー。さあ、というわけでリバイバルオブザリバイバル Uber Eats に本日も勝っちゃおうということでございます。前回ですね、私が Uber Eats と戦った時はですね、 Uber Eats の株価を暴落させるためにですね、私がチャリンコで来る Uber Eats に対して走ってぶちかましてやろうと、そういうふうに思っておりました。ですが、走ってぶちかましたのにもかかわらず Uber Eats の株価は一切下がらなかった。なので今回はですね、この私自身が再度 Uber Eats の株価を暴落させるためにですね、走って勝つと、自転車に勝つということでございます。詳しいルールをちょっとおさらいさせていただきますが、前回往復大体 1200m、 片道 600m 走りました。ですが今回一度勝ってますから、私距離を伸ばさせていただきまして、往復 1400m、 片道 700m で挑戦してみたいというふうに思います。 Uber Eats よ、これでお前俺に勝てなかったらいよいよ倒産だぞ。株式の 51% を僕に譲渡してもらおう、そういう契約で臨まさせていただく。昆布、はい、今回は何を買わせようと。前回ロッテリアだったじゃん。ロッテリアで行かせてもらいましたね、まあ、今回はローソン。ローソンで頼もうかなっていう。俺が今決めたのも唐揚げくんにしようかなっていう。あ、俺はじゃあ普通に唐揚げくん買って帰ってくれるってこと。そうね、唐揚げくん買って。なるほどなるほどなるほど。まあ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 勝算はあるんですけれども、まあボコボコにしようかなと思ってます。今回はお金はどうする。300円ぐらいあれば。300円、わかんない、400円にしとくか。一応一応一応見てください、これテーピングテープですよね、これ。うん、私ね、足痛めてるんですよ今。うん、右足のかかとからふくらはぎ、うん、そして股関節、ここね、股関節は両方です、うん、で右足の太ももの裏、うん、全部痛めてるんですよ。それに負けたらどうするよ、ウーバーイーツ。ん、どうするお前ら。株式の 51% 譲渡して、あ、マスクもしなきゃいけないんだ。マスクこれさ、当時ともう時節柄が違うということで、店内だけマスクっていいですか。まあいいんじゃない。ちなみになんか今配達時間のところに優先とスタンダードってあって、優先がお急ぎの方にはおすすめみたいな。どうするどうする、どっちにする。優先にしとく。おお、来たぞ。でも高い、優先にしたら一気に870円だと。でまあ注文をしたと同時にスタートっていう感じ。 OK、ここに唐揚げかどっちが先にドンって置くかな、これ。うん、そこに。よし、じゃあ回しますね、こっちも。うん、で、いくよ。緊張してきた。いきます。はい、よーい、スタート。それ、やばいって、やばいって。すぐすぐ、じゃあ行ってきます。うん、すごいです。いい、ここにちゃんと来るかが心配ですね。まだ配達者は決まってないですね。一応到着予定時刻は15時半、なのであと15分か。まだ決まんないですね。今日は空が青いですね。唐揚げくん、はい、唐揚げくん、ありがとうございます。お、決まりました。確保しました。配達者が決まりました。ん、配達者がもうめちゃめちゃ近いですね、今いるところから。買っちゃうんじゃないかな、また。彼はだっていいところまで行ってるはずでしょ。だって全然、だってすまない。ウーバー来てませんね。圧勝するんじゃないですか、これ。俺の配達員が全然動かない。あれあれ、めっちゃ進んでるじゃん。これマジでいい勝負なんじゃないか。あれしゃ、早くない？早くない？もう一回行く？もう一回行けるよ今俺。今すれ違ったからウーバーと。うん。今着いた。どこに？配達に。ローソン。じゃあどうせセブンまで行かせる俺を。セブンで？セブンで他の買ってまた返してくる？じゃあ今なら俺誰にでも勝てる気がしますよ。
で、セブンで何か買うか。何がいい何がいい。ウーバー。おい、お前が一品届けられて俺二品いけるぞ。おい、まあ、ホットスナック系にしときます。よし、待ってろウーバー、俺の勝ちだ。誰それ置いてけよ。いやでももう来てるぜこっち。マジででもこれいい勝負なんじゃないのかな。向こう買ってこれんのかな。やべ、いや落としちゃった。またから揚げ棒お願いします。いや早いぞ、来るぞ多分。アメリカンドッグでお願いします。唐揚げ棒なしでアメリカンドッグで。いや来る、来ちゃう。押してください。いやもう来ますね。はいどうも、ありがとうございます。もうウーバーさん来ますね。変なとこにいるから迷っちゃうのかもしんない。連絡来た。到着しました。こっちにいるのか。こっちが取りに行かなくちゃいけないパターン。まさか。じゃあ、でもこれ先に置いた方が勝ちだよね。行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ。勝った。じゃあ全然遅いよ。全然違うとこいた。唐揚げくん。回収しました今。よし、いやー俺2軒行きましたよ。俺は新記録樹立。いやでもね、2行ける俺。 700m だったね。うん、最初から2往復するって考えたら、うん、もう2行ける。まあ 700m だったらね。距離を。これがウーバーさんの。そうです。唐揚げくんで、こちらが私の持ってきた唐揚げくんと、うん、アメリカンドッグにしました。唐揚げ買おうと思ったんだけど現金なくて、うん、まずはじゃあウーバーさんの唐揚げくんから。はい。あ、でもあったかいわ。いいねー。で、うちがこれですね。 あなたが買ってきたやつね。うん、はみ出てはいます。液って油、ちょっと雑っすね。で、あとウーバーさん立ちますでしょ。うん、僕のはもう立ちません。で、アメリカンドッグなんですけど、アメリカンドッグの方もかなり変形はしてます。うん、ちょっとおかしいよ、うん、形が。でもほら、こうやって見るとさ、そんな差はないよね。わかる、うん、ウーバー、泉ちょっとほら、不格好だけども、うん、ちょっとやんこすぎんな。ちょっとさっき食べましょうか。じゃあ、ちなみに例によって昆布はどちらを食べますか。もうウーバーの綺麗な方を食べます。え、なんでせっかく俺があなたのためだけに買ってきたんだよこれ。俺でも800円の自分で買ったやつ食べて。あ、それあなたの金だもんね。うん、で、アメリカンドッグどうする。アメリカンドッグいらないよ。待って昆布知ってる。俺アメリカンドッグ苦手だって言ったよね。でも昆布が撮影後に食うアメリカンドッグってうまいよねって言うから俺買ってきたんだよ今。もう自分食えないのに。いや俺撮影後に食うアメリカンドッグ好きじゃないんですよ。うまいって言ってたじゃん前。ソーセージフランクに。違うよ、もう最悪この人。いやマジでマジで人に買わせといて。これどっちの。これウーバーの唐揚げです。うん、遅いんだよね。めちゃくちゃ遅いね。うん、こっちも食べてみるか。早い。冷たい。うん？冷たい。いや早い。早いのね。うん。ウーバーの方もう一回。うん。うん。全然こっちの方が遅いもん。うん。美味しいってこと。いや遅い。全然遅い。ちょっと俺もういいや。さあ、というわけで今回も泉朝日はウーバーイーツに。完全勝利を収めさせていただきました。日本ウーバーイーツの皆さん、どうですか？泉朝日に勝てるパートナーがいらっしゃいますか？いませんよね。そう、このローソン L チキに関しましても私に勝てるウーバーパートナーはいなかった。ましてやセブンイレブンのアメリカンドッグまで買われてしまう始末。さあ、この雪辱を次に果たすのは誰か。それでは検証結果に参りましょう。泉朝日が買ってきた唐揚げくんは少し劣悪な状態になりましたが、めっちゃ早い。ただウーバーイーツが買ってきた唐揚げくんは品物の質は良かったですが、かなり遅い。あなたはどちらを選ぶ。検証結果、唐揚げくん
めっちゃ美味しい。もうもありがとうございました。はい、うん、ちょっと具合悪いね、うん、あーお疲れ様です。はい、お疲れ様です。